で、パンダの野郎はちょっと今彼女とうなぎ釣りやってるみたいなんで、ちょっと僕のソロで。これもサスペンダーなんだよな。ちょっと気をつけねえとすぐ寝掛かりするかもしれない。変な。ダイバル2000円ぐらいの。ちょっとそうだな、滝沢さんが言う通りちょっと一服すっか。俺ほんと今日休んでねえもんな。明るいね、画面見ると、パイロットでよくわかんねえさ、こうパイロットとか言っててさ、このゲームセンターの飛行機のゲームかなんかに載ってる写真あんなので騙されるやつ誰もいねえっちゅうの本当にはい、これ誰のこと言ってるか分かりますねみんなこれからバンバン突っ込んでやってくださいねやっぱしさ、こうぐっと近づいてくるじゃん、そのぐらいやるとあんま綺麗すぎても緊張しちゃうからさ。いや綺麗だよ本当に。あ、そうなの、ビシコさんみたいな、こう人間にはさっぱり話は分かんないけどね。誰か詳しい人いるかな、あの要はそのこうね、どういう計画で返済していくかとかね、どのぐらいの来客が見込めて、どのぐらいの利益が見込めるかとか、そういう話でしょ。いや普通のコメント、普通だよ、普通にこんにちはとか、そんなような話。いやそんないきなり変な言ってさ、失礼なことなんか言えないよ、さすがの俺だって。いつもの俺じゃないよ、今日の俺みたいな。釣れた、釣れたマジで。おおでけえ、すっげえでけえぞこれ。なんだこれ、これなんだこれ。鈴木じゃねえな、マジでかいの来た。ちょっとマジモードだなこれ、すっげえでけえ、めっちゃ竿しねってる。うわー、これなんだこれ、レンギョかこれ。うわー、これ違う、シーバスじゃねえなこれ多分。あんま強く引っ張ると右で起こすからな。でかいと思うよかなり。うわー、めちゃ曲がってるよ。うわー、なんだこれ、これシーバスの引きじゃねえだろう。あれシーバスなんかこれ。おお、
やっぱ素手掛かりでなんかかかってんな。わあ、レンギョの素手掛かりだ。レンギョ。残念。ただ超でかいんじゃんこれ。ちょっと足滑らしそうだなこれ。怖えな。おお。そんなでかくねえか。入った。いいっしょ。なんなのこれ。やっぱハクレンだよ。ハクレン。いやでもごめんごめん、あのファンタさんありがとう。でもハクレンだよこれ。ハクレン。でかいね結構。見たい？ね、うわすげえなこれ。ちょっと待ってね。メーター近くある。こないだのよりか大きいや。よいしょ。おもっ。すげえおめえ。うわくさ。早く逃がしてやんねえダメなこれ。ああメーターだよメーター。これ見たい？すごいでかいよこれ。うん、ちょっとまずルアー外してあげないとね。ああちょっとすげえ引いたな。やっぱ素手掛かりだからだな。すぐ逃がしてあげられればいいんだけどね。ちょっと手こずっちゃった今回。でかすぎて。でもなんで俺いつもハサミなくすんだろう。俺バカなのかな。クリちゃんクリ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 ク